チェルシーに所属するブラジル代表 FW、ウィリンのバルセロナ遺跡の噂が再燃している。A、ディア、スカイスポーツなどが現地時間30日に自他、今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでも子でも簡単視聴。1ヶ月無料をお試し実施中、チェ、シートは短期契約を結び今季終了まで、ドーク、ルでプレイすることになったウィリアン。 今、終了後の去就に注目が集まっている。最近で、アーセナルやマンチェスターユナイテへの移籍、さらには、チェルシーとの契約延長、噂されている。そんな中、インテルに所属する、ルゼンチン代表 FW ラウタロ・マルティネスへを優先するために、ウィリアン獲得を断念し、かのように思われたバルセロナが、獲得にどう、可能性があるという。同メディアによると、 バセロナは、ウィリアンに対して3年の複数年計を提示したという。しかし、バルセロナだけでなく、アメリカメジャーリーグサッカー、MLS のイテルマイアミもウィリアンにオファーをしたという。デイビッド・ベッカム氏が共同、ナーを務めるマイアミは、ウィリアンに対して3年半の契約で、チェルシーやバルセロナよ、も高い集休を提示したという。ウィリアン時は、 チェルシーでの今季終了後に決断をする、伝えられているが、果たしてどのクラブを選、することになるのだろうか。両。